漫画マンが語ります。今回紹介する漫画は賭博打点録怪事ワンポーカー編、福本信之先生の作品です。連載期間は2013年から2017年、ヤングマガジンで連載されていました。この後語っていきますが、コメント欄は私のトーク内容と関係なくてもいいので、作品への思いなども書き込んでみてください。賭博打点録怪事ワンポーカー編は、怪事の第3部の無印、和也編に続き3つ目となります。ちょっとややこしいですかね。簡単に言えば、賭博打点録シリーズがめっちゃ長いってことです。私は単行本で読んでましたが、最近改めて講談社の公式アプリで読み返しました。でですね、今回も打点録はじめの麻雀を使ったギャンブル13歩と同じように一つのゲームなので分かりやすいです。ポーカーを元にしてるんですけど、ポーカーよりもシンプルです。で、勝負する相手は極悪な消費者金融会社のトップ、兵藤和孝の息子の和也です。それなりに面白いんですが、例によって心理描写が多くてテンポ感も良くないので、読む人は選ぶかもしれません。ただ今作は主人公のカイジだけでなく、和也側の心理描写も多く描いていて、それが物語を飽きさせない形になっています。結果どうなるかは読んで確認してもらえばいいわけですが、2022年、現在も連載中の24億脱出編では、このワンポーカー編のまとめから始まるので、最新作を読んでから遡って読もうとする人は気をつけてください。ただの金持ち殺人鬼かと思いきや、人間味がじわじわと出てくる兵藤和也というキャラを楽しめそうな人におすすめです。チャンネル登録お願いします。漫画マンでした。